アナトーリー・バランケビッチは、ロシア連邦王南オセチア共和国の軍人。ロシア連邦軍の最終階級は大佐、南オセチア共和国軍の中将。元国防省、安全保障会議初期、カリー・ニングラード出身。1977年、ウスリスクスボーロフ軍事学校、1981年、極東諸兵衛科共通式学校、1989年、 フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業。シベリア軍管区、アフガニスタン、ドイツ中流ソ連軍、ゾイボルが及び北カフカーズ軍管区で勤務。第一次チェチェン戦争と第二次チェチェン戦争に従軍。2004年6月、大佐の階級でロシア連邦軍を退役し、同月、南オセチアに移り、エドワルド・ココイトゥイ大統領により国防省に任命された。 2004年夏のオセチア・グルジア紛争時、バランケビッチは和平条約違反として、グルジアを非難した。2005年、中条の階級を授与。2006年9月3日、グルジア国防省、イラクリーオクルアシュビリが搭乗したヘリが、南オセチアの防空部隊により銃撃される事件が発生した。バランケビッチは、ヘリが先に、 期間中で銃撃を始めたため、応戦したに過ぎないと強調した。2006年12月11日、国防省を退任し、安全保障会議初期に任命。2008年、ここイトゥイ大統領と対立し、安全保障会議初期を解任。ありがとうございます。